二つつ山本修五郎花は盛りまでという知っているだろう美しいものは美しい盛りを過ぎると忘れられてしまう人間いつまで若くていられるものじゃないお前だってもう十八だろ藤原小町などと言われるのももう半年か一年のことだ 惜しまれるうちに身の始末をするのが本当じゃないか。それは分かってますけれど。お民は客の杯に釈をしながら、ふと考えるような目つきになった。身の始末をするにしたって、行き先のことを考えますからね。私の世話じゃ不安ないだというのかい。 あなたとかったとっことじゃないんです。これまであなたには誰よりもわがままを言わせていただけたし一番気心も分かってくださるからお世話になるとすれば他にはありませんでもそういう身の上の人を何人も知っていますけれど大抵が据え遂げないものですからねこの場合はそれとは違うじゃないか。 は盃を置きバコを取った「私のは色気は二の次にしての話だ。田川屋を買う金も私が建て替えるという形にして上がってくるものから年割に返してもらってもいい。私としては気楽にわがままの言える家のんびりと手足を伸ばしてくつろげる場所。 そういういことだけでも満足なんだよそれもよくわかるんですけれどでもそれではもしお民はじっと客の目を見守ったもしあたしに思う人があるとしたらそれでもかまわないとおっしゃいますかお前に思う人だってもし仮にそんな人がいて 時々会ったりなんかするとしたらいくらあなただって「ああそうかで墨はなさらないでしょう」。客はお民の目を静かに見返したそれは何か意味を通わせるような視線だったお民は我知らず目を伏せた私が身の始末をしろというのはそれなんだ「すいた好かれた」とかいうことは。 花の散らないうちの話で添い遂げられる縁ならいいがさもなければやがて悲しい別れをするか人に後ろ指をさされるようなことになりやすいそんなことにしたくないから相談をするんだ世間を知らないわけじゃないだろうよく考えてみて気持ちが決まったら返事を聞かせておくれ」。 また三日うちに来るからなお民は何も言えずに目を伏せていた「この人は知っているのかもしれない」とそういう気がしたからであるもしそうなら梶井様の親子たちと話し合いの上でこんな相談を持ちかけたのではないだろうか半之助様と自分との仲を裂くために。 そう考えるとそれがもう紛れのない事実のように思えお民はひそかにせせら笑いたい気持ちになったどうせ泣くように生まれついたんだお民は客を送り出して後片付けに戻ったまま小窓によって自重するようにこうつぶやいた花が盛りまでのものなら 散るまで好きなように生きるだけさ初めからそういうつもりなんだもの悔やむことなんかありゃしないどうせ泣くように捨て鉢に似たその言葉は決して出まかせのものではない最も幼い頃記憶の初めとも言えるものがすでに悲しい泣き声に濡れているそれは大きくて 人抱えもありそうな柱やべっ甲色に光るかまちや重そうな杉戸が薄暗いよどんだ空気の中に恐ろしいほどがっちりと威圧的に見えた兄の太一は手を引かれお民は母に背負われていた母は上がりがまちのところに手をついて。 何か頼みながらしきりにお辞儀をする。向こうの長判格子の中には、人が三人ほどいたが、そろばんを弾いたり、長面を食ったりするだけで、誰もこっちの相手にはなってくれない。母は歌うような調子で何か言っては、いつまでもお辞儀をし続けた。そしてしまいには、五つになる大地にまでお辞儀をさせ、 一緒に頼みを言わせたそこが鳥羽港の山越という船問屋の店であり母が米を買う銭を借りに行ったのだということはそれから数年後に知ったのである山越の船で潜伏をしていた父が熊野灘で難破した船と一緒に死ぬまで幾度同じことを頼みに 親子三人でその店へ行ったかわからないお民も母や兄と一緒にお辞儀をし歌うような調子で店の人に頼み事を言った幼心にも情けなく恥ずかしくて姉妹にはおろおろと泣き出しながら父が死んでから母はしるべを頼ってこの二見へ来た。 見浦の浜にある藤屋という宿へ下女暴行のような勤め口があり太一とお民と3人物置より惨めな小屋をあてがわれて新しい暮らしを始めたのであるもちろんそこの生活も苦しかった母の稼ぎでは3人の米も満足には買えず九つになる太一も 八つのお民も走り遣いをし子守りをし水を汲み掃除の手伝いをした宿の主婦が評判のシマリアで使い走りも子守りもちゃんと旅数で打賃が決まっていたから時にはその度数を多くしたいばかりに海から吹きつける寒い風にさらされながら夜遅くまで 使いがありはしないかととかすこともあった。兄の太一が12で死に母はお民が13の年に亡くなった太一は客の残り物を食べた中毒で激しい吐斜を続けながら医者にもかけることができずわずか5日ばかりで骨のように痩せて死んだ母はその前から活気をやみ 青くむくんだ顔をして肩で息をしながら足を引きずるように歩くという風だった大地が死んでから目立って弱り薪一束持つのも苦しそうだったが宿の者に気づかれるのを恐れて倒れるまで達者なように装い通した母が倒れたきり動けなくなると宿の主婦は お民に方向へ出出ろと言い出した。藤屋の主人の妹が宿野外の地外れで藤村という小料理茶屋をやっていたそこで子女がいるから行けと言うどうせお前の働くくらいじゃ落つかないがあとは私がたしまえにしておっかさんの面倒は見てあげるとそれが気に入らなければおっかさんを連れて 好きなところへ出てて行っておくれ。「宿の主婦ははっきりとこう言った」「お民はおっかさんのそばにいたかった自分で看病がしたいし何よりそばを離れるのが嫌だったけれどもそこを追い出されれば母を抱えて乞食でもするほかはない」「十三になったばかりのお民は それでも母には笑ってみせ近いから毎日でも来られると慰めて藤村へ奉公に出たのであるその時藤屋の主婦は藤村からお民を5年間の年期暴行にして五両という金を取っていた母はそれから90日ほどして亡くなったが医者にはもちろん薬もろくろく飲ませず 弔いなど真似事というにもひどいものだったのにそれがさらに「三両何がし」という釈文になって証文に書き込まれたこういう始末を知ったのはお民が十五になって客の接待に座敷に出るようになった時のことだった幼い頃から世間は怖いもの。 人は信じられないものと考えていたのでそう分かっても今さら藤谷を恨む気持ちはなかったそれよりもすでに自分が美しく生まれついたこと客たちに人気があるので家人が大事にし始めたことなどを知って言いようのない自信が身内に生まれ新しい明け暮れの方へ 新しい明けくれの方へとぐんぐん引かれていったそれからの三年余りは夜の明けたような生活だった藤村小町などと呼ばれて客もよくつき面白いほど見入りがあった通ってくる客の中には好きな相手もできたし伊勢の山田の忍の息子で 陣太夫という名のおとなしい若者には随分危ないところまで行ったが山越の店でおじぎをした幼い日のこと物置のような小屋の隅で冷たくなっていた母のことを思い出して何だいという気持ちになり間もなくきっぱりと別れてしまった「信じられるのは自分だけだ」。 世間や人を信じたら泣かされるに決まっているんだ好きも嫌いもあるものか稼げ稼げそういうふうに自分をけしかけていた8両何がしという借金を返し着物も2枚3枚と作れるようになったのは18になった今年の春からだったそこへ 梶井半之助が現れたのであはじめは「島吉」という名で知られた島や吉右衛門の案内で来た島吉は賭場で海鮮問屋をしている富豪で藩公稲垣家のおって御用も務めている吉右衛門はもう隠居だったが藩家の用事は自分が扱っているので重役たちを連れて ししばしば藤村へ来た半之助の父は梶井義左衛門といって稲垣家の港奉行だったからその関係で半之助をも連れてきたようだったお民は初はめから彼に引きつけられた決して美男ではない笑うと目が糸を引いたように細くなるし背はあまり高くないし。 声は少し鼻にかかるし酔って歌う歌は調子パズレだしどこと言って取りえのない風貌であるしかし全体の人柄がいかにも自然で見栄や寺いが少しもなく向かい合っているとゆったりと大きな温かいもので静かに押し包まれるような気持ちにそそられる。暖かく ふんわりと包まれる。お民はその感じに全身をつかまれまるで崩れるように彼の懐へ飛び込んでしまった「どうせ一緒にはなれないんだ」初めに彼はこう言った「お互いにあっさり行こう」「ええそうしましょう」と言ってわずかに半月。 ご度目に会った時むしろお民の方から進んで深いちぎりができてしまった「一緒になんかなれなくてもいいのただあなたが好きだというだけこうして会うほかには何にも望みはないわ」「夫婦になっても3年か5年くすぶった気持ちでいやいや一緒に暮らすよりも好きなうちこうして楽しく会い」 飽きたらさっぱり別れてしまうこれが人間らしい生き方じゃないかその約束をしましょう好きなうちは会う飽きたら飽きたと隠さずに言うそして後腐れなしに別れるきっとですよこうして夏から秋口まで人目をしのぶ仰瀬が続いたのである。 が来て二日経った明日あたりはまた返事を聞きに来るであろうしかしお民の気持ちはどっちとも決まらなかった「喜右衛門から世話をしようという話の出たのは夏の初めごろだったこの二見浦で同じ料理茶屋をしている田川屋というのが売りに出ているそれを買ってお民を 主婦に入れるからという条件なのだ「半之助というものがありまだ十八の若さでそんな老人の世話になることはなかったがこの頃になってお民は迷い始めたそれはもう美月も体が変調だからであるもしこれが間違いでないとするとそして半之助に迷惑がかけられないとすると」。 少なくとも身二つになるまでは誰かの世話にならなければならないそれには十三で奉公に来た時から可愛がってもらいわがままも許してくれたキエモンが誰よりも頼みやすかった事情なんか聞かずに何もかも引き受けてくれるだろうそう思っていた。 色気などは二の次だというしそれが嘘でないこともわかるのでことによれば半之助との仲も黙認してもらえるかもしれないそんな勝手な想像さえしていたそれで線やふとほのめかしてみたのだが案外にも喜えもんは承知しなかった世話をする代わりにはそういうものをすっかり始末しろと言われた。 それは相手が半之助だということを知っているからのようだった二人の仲を割くためにそういう手段を講ずるようにも思えた身勝手な空想はすべて破れ二つに一つの現実へ突き当たったのである身の安全をとるか半之助をとるかどうせ泣くように生まれついたんだ。 民は何度もつぶやいた「物置みたいな小屋で死んでいったおっかさんのことを思えば不幸せになったところでたかが知れているいっそ行くところまで行ってみるがいいのさ」そういう突き詰めた気持ちのあとからしかし身内にある小さな命のことが棘の刺さるように心をとがめ の世話になろうかと迷いを誘われるのだった午後になってから思いがけなく半之助は四五人連れで来た人を連れてきたのは初めてでもうかなり酔っていたお民は親しい口もきけずそっと目で心を通わせるばかりだったがやがて彼が手洗いに立つと 廊下まで追って行ってすがりついた彼の息には悪酔いをした時の嫌な匂いがあった今日で七日ですよどうなすったの今度何度薬というのになったんだそのことでずっと暇がなかったものだから彼は青い顔つきでそれでも笑いながらそう言った あのの連中は役者の新しい同僚だ。恐ろしく酒の強いやつがいるから加減をしてくれゆっくりしていらっしゃるのでしょう。みんなを返してからだ少し話があるんですからと言ってお民は半之助の手を自分の胸へ抱きしめあふれるような眼差しで 男の目を見た。「座の空気はちゴはぐだった」「中に一人それが酒の強いという人だろう」「色の黒い怒り型のギスギスした調子で話す青年がいてそれがしきりに半之助をやり込めていた」「内容はよくわからないが人間とか秩序道徳尊厳」 などという言葉のむやみに出る堅苦しい議論ばかりだったそして彼らを返すどころかかえって半之助の方が捕まってしまい間もなく席を変えようと連れ出されていった別れ際に「すぐ帰ってくる」と言ったが日が暮れても戻らないし客の多い夜で 表も奥もいいっっぱいになった。「これなら戻ってくれない方がいいと諦めていたくれる自分はよく晴れて星がいっぱいだったけれど酔い下がりから小雨になり九時を回ると本降りになったので立て込んだ客も早く引き上げ十時には二組ほど残るだけになった」。お民は、 お伊勢参りの客に出ていた三人連れの江戸の人で裕福な商人と見える中年の人たちだったこちらにはよく通じない謝礼を言われるので困ったが落ち着いた静かな座敷は気持ちは楽だった十時ちょっと過ぎだろうか酒を運んできたお房という女中が お客様よと言って目配せをした。離れにいらっしゃるわ。おタミはその意味を悟り、えしゃくをしてそこを立った。離れへ行くと半之助が来ていた。白壁のように青ざめた、正気のないこわばった顔で、目だけが大きくギラギラした光を帯びている。 これまで一度も見たことのない顔つきだった。そして、頭からずっぷりと雨に濡れていた。そんなに濡れて、どうなさいました?。人を切ってきた。あ、はあ。遠民は声を上げた。不意に目がくらんだ感じで、立っていることができず。 男の方へ手を伸ばしながら、崩れるように座った。ありあう着物を着せ、濡れたものをクリアへ乾かすように頼んでから、お民は熱くしてきた酒を勧めながら司祭を聞いた。相手は森田九馬というあの酒の強い男だった。藤村を出て二軒ばかり飲み、戸場へ帰るつもりで、 津川を渡ったその渡し船の中で喧嘩になり向こうへ上がった草原で果たし合いをしたそして彼は9馬を切ったのであるそれはそれだけのことだ立ち会った者も3人いるし作法通りの果たし合いだから恥じることもなし後悔もないんだけれども喧嘩の原因は 俺が悪い。それがやりきれないほど俺を苦しめるんだでもあの人の方が藩様をやり込めにかかっていたじゃありませんかそうじゃない森田は正しいことを言っていたんだ俺はあいつを切ってから雨の中をあてもなく歩き回るうちにそれが分かった俺がどんなに妥当な いやしい人間だったかということも「お前とこういう仲になっていながら好きなうちは会おう飽きたらさっぱり別れようそんな約束まで平気でしたそれが人間らしい生き方だなどと言って」。半之助はそこで激しくかぶりを振りきの酒を毒でも飲むようにあおった。 森田はこう言った。そういう考え方は人間を侮辱するものだ。幾十万人といる人間の中から一人の男と女が結びつくということはそれがすでに神聖で厳粛だ。好きなうちは会う飽きたら別れるいかにも自由に似ているがよく突き詰めてみろ。 人間を野獣に引き下げるようなものだぞ貴様は自分を犬け者にして恥じないのかこの言葉が果たし合いの原因になったんだお民でもそれはそれはハン様一人がお悪いのじゃなく私だって喜んでお約束したことだし二人の身分違いということがいや そのことだだ。けじゃないんだ今日までの俺の生き方すべてがごまかしと身勝手とでたらめで固まっていたそれがお前との中まで根を張ってきたんだ俺は雨にぬれて闇の中を歩きながら幾十万という人間の中から一人と一人の男女が結びつく それがどんなに厳粛な祈願かということを身にしみて悟った。おタミにはわからないか。おタミは黙ってうつむいていった。顔を上げ、おタミ。相談があるんだ。ハンノスケはつと手を伸ばしておタミの肩を押さえた。 俺はこれから江戸へ行く。そして人間らしいものになってくるどんな苦労をしてもやり抜いてみる決心だもちろん困難だし何年たって望みが果たせるかわからないだから待っていてくれとは言えないがもしもし俺が人らしくなって帰り その時まだお前が独り身でいたら俺の妻になってもらいたいんだ待っていろとはおっしゃいませんのねお民はややしばらく考えてからこう言ってそっと男を見上げた約束ではないんですね約束じゃあない。 いつ帰るとも、いや生涯帰れないかもしれないんだから待てということは今の俺にはできないただちょうどいい折だから言っておこうお民俺は本当にお前を愛していた心から愛していたんだあんな約束はしたけれど気持ちには嘘はなかった 「これだけがお前にやれる選別だよ」「半之助のぐいぐいと高まってゆく感情には到底お民はついてゆけなかった」「早くからそういう世界にいてすいてあかれたちぎるわかれるなどの単純なうれしさ悲しさはみもし自分でも味わいもしたが」 人間を侮辱するとか厳粛な機縁とかこの際になって本当に愛していたなどと言われることには慣れていなかった彼女にはただ男がにわかに自分から離れて別の世界の人になってしまったように思えとうとう泣く時が来た」。という、 悲しさの中で息を潜めるばかりだった男なんて子供みたいなものだ半之助を送り出してからすっかり老けた冷えるヤグの中でお民は一人こうつぶやいた「これから江戸へ行って人間らしくなる何年かかるか」。 人間らしくなって帰れるかどうかもわからないけれどいつか帰ったら嫁になってくれなんて女がこんな境外にいてそれまで間違いもなしに待っていられると思うのかしらどうして食べてゆくと思うんだろうもう会えないという悲しさの中でお民は泣き笑いをするように。 男の単純さを笑ったその日その日の生活に追われ食う切る寝るの苦労を骨身で味わってきたお民にはそれ以上の考え方はなかったのであるでもこれで迷うこともなくなったわ稼げるうち面白く稼いであとは島吉さんのご隠居に頼むんだ 子供が生まれたらどこかへやって身軽になって田川屋を立派に売り出してやろうヤグの襟を引き上げてそれで涙を拭きながらお民は自分をけしかけるようにそう言った「そしてもうすいた好かれたはこれっきりだよお民ちゃんこれからは情のない女になって稼ぐんだ」。 しっかりするんだよ島の国鳥羽の城下から日和山を西へ越えた懐に西沢という閑静な村がある鳥羽とはわずかな距離だが山一つ越えるために環境がひなびているし打ち重なる丘陵の彼方に浅間山を望む優れた眺めがあるので春秋には城下の人たちが よくさんに来たその村のうちに古くから島しの隠居所があったほんの小さなありふれた建物でクリアを入れて20坪ばかりしかない庭もざっとしたものでしらちゃけた石が5つばかりあとは家を取り巻いて松が林を作っていた。久しくしまった霧で 時々人が掃除に来るくらいのものだったが去年の冬から武家の老婦人が来てそのままもう一年近く住み着いていた老人といっても主の方は五十五六夫人は五十歳ほどだろう静かな人柄で召使いも置かずほとんど訪ねてくる人もなくひっそりとつつましやかに暮らしていた 村人たちは知るよしもないが二人は梶井義左衛門と妻の浜女である半之助が森田九馬を斬ってそのまま行方知らずになったそのまま行方知れずになった幸い九馬は死なずに済んだが吉左衛門は関を追って致死したそれまでには及ぶまいと言われたけれど わがこのいしかし彼は貯蓄も家財もきちんと整理しすべてをきれいに返上して城下を立ち退いたその始末の潔さが藩公に聞こえて「終身十五人淵を遣わすこと領内に永住することの」。 特別の沙汰だったのでお受けをしたがそれさえ彼には心苦しいようだった家が見つからないので勧められるままに島や吉右衛門の隠居所を借りたがこれも給食を利用するようで落ち着くまでには随分気を病んだものであった夏を送り 「今秋を迎えたが明け暮れの無意にはなかなかなれなかった庭外れに菜園を作り2人で素菜を育てたり思いついては庭先の松の枝をそろえたりするほかに何をこれという仕事もなく気持ちも動かないこんなことならせめてご正にでも覚えておけばよかった」。は、 思い余ったというふうにしばしばそうつぶやいた「何にも仕事をしないということがこんなに疲れるものだとは気がつかなかった肩ばかり凝ってどうにもしようがない」「毎日決めて山でも歩きになりましたらこの周りは大抵見尽くしたし何しろ風流というものに 遠遠い性分だからな山水を楽しむなどといった芸が全くないんだからお書物の氷でも開けましてはとある時見かねて浜女が言った「これからは夜長になりますからご庄軒でも遊ばせばいくらか寄付用になりますでしょう」。しはをなかった。 黙って向こうを見ている片付きの厳しい冷ややかな姿勢に気づいて浜女は息を引きながら「ああいけなかった」と思った何もかも返上した中で氷理3つに入れた書物だけはこの家へ持ってきてあったそれは半之助のものだった幼少の頃から学問の好きな子で 藩の学塾では秀才と言われ17歳の時には塾の助教を命じらられたくらいである。夫がそういうことに興味を持たないしもとより浜女には分からなかったが22歳の時彼の思想が老子の異端に類すると言われ助教の席を追われてしまった。様子のの変わったのは、 その後のことだったが彼の蔵書はその筆記類と一緒に氷に納めて持ってきたのだったあの出来事があってから半之助のことは決して口にするなと言われていた書物の氷を開けるというから夫はおそらく半之助のことを思い出したのであろう心づかぬことを口にしたと思い 浜女はそっと夫のそばから離れた霜月になったが例年より暖かい日が続き中旬過ぎてから初めて霜を見たその世のことである久しぶりに少量の酒を飲んだので吉左衛門は酔いのうちに寝床へ入り浜女が一人明かりを引き寄せて 時物をしていた。すると9時ごろだったろうか夫が呼ぶので行ってみると表へ人が来ているのではないかと聞いた「さっきから赤子の声がするようだが心づきませんでしたが見てまいりましょうこんな時刻に来るものもなかろう」。そう思いながら、 手職に火を布し出してみた。ん口には人のいる様のはなかったが、どこかで赤子のぐずり泣きの声が聞こえる。浜女は外へ出て手職を上げながらにの袖書きがあるその柿の下に柿のたにをの下に柿のに柿の下の袖に柿の下に柿の下柿の下に柿い布子斑点でに柿の下に柿のにの 「かなりかさばった包み戸が置かれてあった」「浜女はどなたかおいでなさるか」と呼んでみた「曇ったのだろうか星一つ見えず風もない静かな夜であった」「もう一度呼んで耳を澄ましたが答える声も聞こえず人のいる様子もない」「浜女は」 を抱き上げともかくも手職を玄関に置いて部屋へ入った「まさか捨て子ではあるまいなこんなところまで来てこう捨てるものもございますまいがどうしたことでございましょうか包みに何か書状でもありはしないか」。吉左衛門も起きてきてそう言いながら包みを解いてみた。 着替えが三枚にむつき、それとへそのおがきがあるだけで手紙のようなものは見当たらなかった町なかなら知らずわざわざこんな山里へ来て捨て子をするということも考えられない何か必要があってそこに置き戻るのに手間取っているのだろうそう語りながら待ってみたけれど。 老けてもそんな様子はなく父を求めて泣く子をあやしすかしながら夫婦はほとんど眠らずに夜を明かした「どれ少し変わろう」明け方になって吉左衛門がこう抱き取った「夜が明けたら名主へ届けるんだなこれは捨て子に違いない」。この村には、 御の,のある家はございませんでしたろうか村になくとも城下にはあるだろういいえ浜女はさりげない調子で言ったもし村に父があってもらい父ができたら私育ててみようかと思いまして「馬鹿なこと言ってはいけないこんな身の上になって」。 まして氏も素性も知れぬものをこう言いながら彼はふと妻の方へ目をやったクリアへ立ってゆく妻のおろ姿に何やら寂しげな気配が感じられたからだ彼は大いたこの顔を見た子は眠っていた 黒い髪のたっぷりある口つきの引き締まった眉のはっきりした品の良い顔立ちである彼は自分の手に伝わってくる赤子の体温の湿っぽい感じに遠い記憶を呼び覚まされた「半之助をこうして抱いたことがあった」心の中で彼はこうつぶやいた。 あれからもう二十四年になるそしてもし半之助にあんなことさえなければもうこのくらいの孫を抱いていたかもしれない浜もそう考えたのではなかろうかおそらく妻も同じように考えたのであろうあれ以来どんなことがあっても半之助のことは口にせず お互いに案ずる素振りも見せなかった。しかし一日として忘れたことはないのである半之助が学塾の助教を免ぜられたのは彼の才能を妬む人たちの残部であった学問をし儒学に入れば老僧をたたくのは自然である趣心以外に目をつむることは単に 御用学者としても怠慢と言わなければなるまい半之助が熟生に老子の講義をしたのなら別だが異端の風があるなどという漠然とした理由で結局爪腹を切らされた形になった時は親として随分不憫に耐えなかったのであるそれから性格が変わって酒を飲んだり 茶屋で入りをするようになりついに森田との間違いを起こしたのだがそんなふうに気持ちの崩れていった原因を思うと彼だけを憎むわけにはいかなかったこのごろではむしろどこかで無事に生きているように強く立ち直ってくれるようにとひそかに祈ってさえいるくらいだったそうだ。 半之助も今どこかで人の情けを受けて暮らしているかも分からん。い吉左衛門は冷え切った朝ざむから赤子を守るように布子を頭の周りにかき寄せながら静かに日けのそばを立った「お前にその気持ちがあるなら育ててみよう」。 そう言われた時彼女もまた吉左衛門と同じ気持ちを夫の上に感じたのである朝食のあとで吉左衛門は自分から名主の家へ行き捨て子のあったことを告げ血の見子のある家がないかどうか尋ねた。 お育てなさるのでございますか。「と名主の老人は気づかわしげに首をかしげたが幸い半年ほどの父があるからともかく後から連れてまいりましょう」と答えた「老人はすぐに若い百姓の女房を連れてきた喉を鳴らして吸いつく顔を見ながら若い女房は その子の子親を呪うようよに言って涙ぐんだ。「この間に吉左衛門は名主と立ち会いでへそのが垣を開けてみ法暦四年六月某日誕生名は松太郎ということを確かめた生も親の名もないのは産んだ時すでに手元に置けない事情があったのだろう」。 それなら不幸せな過去と縁を切る意味で名を変える方が良いと思い吉左衛門は改めて「小太郎」と呼ぶことにした百姓の女房は45日せっせと通ってきてくれたこの間に吉左衛門は城下の島屋へ使いをやり荒ましの事情を書いて適当な乳母の世話を頼んだ。 もんは五日目にまだ娘のように裏う若い女を連れてやってきたがしかし随分気まぐれなことだと笑いながら意見を言った「こういうことはとかく末のうまくゆかぬものですおやめなさるがよろしくはございませんか」そうも思うが門へ捨てられたのも何かの縁であろうし。 と吉左衛門はふと真面目な調子でこう言った「それにじじばば差し向かいの山が暮らしも退屈なものだからなお孫様代わりでございますか」「きえもんはわざとのように渋い顔をした」「うまくまいればようございますがな」「きえもんの連れてきた女は」 なお、梅と言った。伊勢の国松坂のもので一度貸して子を産んだが根家との折り合いが悪く生まれて5か月の血の身ごを置いて離縁したのだという小さな商人の家に生まれて年は19幼い自分父母に死別して苦しい育ち方をしたそうだがそのためだろう。 見かけは年より若く娘娘しているのに立ち居や言葉つきはずっとよなれて少し蓮に思えるほどパキパキとしていた「はじめに言っておきましょう。浜女はまずこう言ったお乳をやる時は清らかな正しい心で姿勢もきちんとするようにしてください」。 父をやる者の,の気持ちや心構えは父と一緒に皆声伝わるものですからね。小太郎は侍の子ですからそれだけは忘れずに守っていただきますよ。梅は目を伏せてうなずいた。よくわからないのだな。浜女はそう気づき当分のうち自分で教えなければなるまいと思って、 っには欠点が多かった寝る時に脱いだ着物をそのまま丸めておくし少し急ぐと引っ掛け帯で歩き回るお乳に触るからと化粧は控えるようにと言っても忘れるとすぐえんじやおしろいをつける肌にもなかなか脱ぎ替えない足袋は裏の黒くなるまで履く。 子が泣いたりぐずったりすると時間にかまわず父を含ませる添え血をしたまま寝たがる取り上げて言えば目につくことばかりでなるほどこれでは根家ともうまくいかなかったであろうとうなずけたしかしただ一つ赤子の世話だけは親身になってした。 どどここががうとといえないところによく気が回る。「虫毛で寝そびれる夜が続く時風毛で具合の悪い時など背負ったまま行くよか寝ずにいて嫌な顔もしないその点が浜女の気持ちを引きつけた」「子供にさえよくしてくれればあとは少しずつ根気で教えていってもよい」。 そうう考えるようになったのである「浜女の努力が生さしいものでなかったのと同様に梅にとってもそれは辛抱を要することだった」「ークという年になってからまるで違う生活の中に入ったのである」「しかもそれが菊のきちんとした作法の厳しい武家となると」 細かい習慣の差はもちろん心構えまで変えなければならないそれが日常をさまつなことに多いので面倒くさいと思うともう手も足も出なくなる事実そう思うことがしばしばあった私にはとてもできないこれでいけなければ出てゆくまでさ そんなやけな気持ちになったことも三度や五度ではなかったのである「浜女とは違った意味で梅が辛抱をしたのもつまり小太郎というものがあるためだった」「長いことではないせいぜいもう8月誕生が来て血離れするまでだから、彼女はそう考えながら」 できるだけ歌人に逆らわないように教えられることに従うようにと努めていった「あなたは習字をなさらないか」年が明けて二月になったある日浜女が何か思いついたという様子でそう言った「読み書きぐらいは覚えておいて損のないものですよかったら」 お手引きぐらいはしてあげますからその頃には梅の気持ちも少しずつ浜女の方へ傾いていたので素直に教えていただきたいと頼んだこれが新しい生活へ踏み出すきっかけとなった姿勢を正し墨をする手本を開き髪を伸べ、呼吸を整えて静かにすずりへ 筆を入れる心よい墨の甲が立って言いようもなく心が静まる初めは肩が凝り木に詰まったけれど金文字を5つ7つと覚え始めるにつれ習字をしたあとのすがすがしく落ち着く気持ちと何かしらよいことをしたという満足感は梅にとっては 初めての大きな喜びであった。「父をやるときは清らかな正しい気持ちでとおっしゃったあれはこのような気持ちを言うのだな梅はある時ふとそう気がついた髪へ初めて筆を下ろす時の姿勢の正しい落ち着いたこの気持ち本当にこういう気持ちでやる父なら」。 子にいししても恥ずかしくはないだろう「目が開けば今まで見当のつかなかったこともずんずんわかるようになる」「過剰左反いちいち面倒だと思った事柄がいつか自分からそうしなければすまぬようになり初ゼミの泣き出す頃には吉左衛門など「まるで人が違ったようだ」 と言い始めた浜女が喜んだことは言うまでもあるまい時々訪ねてくる喜えもんも「大変なご誕生でしたな」と浜女の努力につけて簡単の声を上げたある日そういう話のあとで浜女と梅との約束について喜えもんに相談を持ち出した。 誕生までという期限をもう少し伸ばしてもらえないかというのである小太郎もあの通り慣れてしまったしせめて立ち歩きのできるまでいてくれると助かるのですがねそうでございますなあ喜右衛は何か考える風だったがやがてこう言って ではその前に一つ打ち明けたお話をいたしましょう約束の期限を延ばしてくれぬかそう言われた時梅は喜んで承知した「島屋のご隠居様はご承知でございましょうか」「清右衛門殿には話しましたそれではお世話になりとうございます」 こう言いながら梅はその時何故ともなく肩をすぼめるような身振りをした誕生までという約束は梶池に対してと同様彼女が自分のために固く心に決めたものであった「それ以上はいけない子に愛を持ってしまっては身が引けなくなる」。 深いい愛情の生まれなううちに出ようそう決心をしていたのだしかし恐れていたその愛情はすでに抜き差しならぬ激しさで彼女を小太郎に結びつけたそれだけではない今では小太郎を通して梶井夫婦にまでその愛情はつながってしまったのであるこんなつもりではなかった 梅はそのことに気づくたびに立然とした「これでは藩様にも申し訳がないどうにか考えなくては」「梅がお民であることは念を押すまでもないだろうこれまでのことはすべて清右衛門に相談の上でやった初めは生まれたらどこかへやるつもりだったが」 半之助という父があり梶池というものがある以上一応は縁をたぐってみるのが本当だもし縁のないものなら仕方がないからそういうことで門口へ捨てたのである乳母になってきてもそれは血離れまでの付き合いであとは一日も早く身軽になって出直すつもりだった。 けれども日がゆき月がたつにしたがってお民の考え方は次第に変わってきた父をやるには清らかな正しい気持ちでそういう浜女の言葉が分かってから次々といろいろなことに目が開いた「好きなうちは愛し合おう」「飽きたらさっぱりと別れよう」 そういう考え方が、人間を侮辱するものだということも、その意味通りにではないが理解できた。幾十万人という人間の中から、一人の男と一人の女が結びつく、これはそのまま厳粛で神聖なことだ。そういう言葉も、悲しく痛いほど身に染みてわかるようになった 二人の人間が結びつき心を一つに愛し合うことは遊びではない育ってゆく小太郎を見るごとにその気持ちはお民の胸を締めつけた浜女からしつけられたことのはしはしがさらに強くその気持ちを支え力づけてくれた早く身軽になろうそう考えていたのが今では この家を出たらどうううなるだろとという不安と恐れに変わって,いるこの家を出て昔の生活へ帰る自分を考えるとお民は肌寒くなるような嫌悪を感じるのだった半之助様には申し訳がないけれどお民はそう考えながら浜女の頼みにこちらからすがりつく思いで 立ち歩ききのででるまで梶池にとどまることになった6月に誕生日を迎え秋には小太郎は歩き始めたしかし冬になってもその年が暮れても約束の期限について家人から何の話もなかったそればかりでなく年が明けると吉左衛門が 素読を教えようと言い出し、毎日決まって少しずつ稽古をしてくれるようになった習字は千字門を続けていたし夜には縫い物の手ほどきも受けた小太郎ははしかを軽く済ませたあとよく肉崩いて丈夫に育ち眉付き口元など びっくりするほど半の助に始めた「もしご夫婦に気づかれたらどうしよう」そういう心配はあったけれどお民はそれが身の震えるような喜びで人目のないところでは我知らず抱きしめて嫌がるほど頬ずりをせずにはいられないのだった。 年年となり4年とななりり取り交わした約束はそのままでどちらからも触れようとせずお民はいつか梶井の家族と同じ気持ちで明け暮れを送っていた小太郎は6つの年放送にかかったその時お民はかゆがるのを欠かせないために七昼夜というものを一睡もせずに看病をした。 おかげで小太郎はアバターを残さずに済んだがお民は家老に負けて倒れ予病が出たりして光きあまり寝たり起きたりが続いた法暦11年を迎えた正月小太郎は袴着の祝いをしたその祝宴のあくる日城下からまたの高太夫という老親が訪ねてきた。 又のは元度を務め吉左衛門とはごく親しくしていたがこちらが実況を固く守っていたため訪問を遠慮していたのである現在では国家老の席にあり髪の毛なども目立って白くなっていた実は珍しい知らせを持ってきた休活の挨拶が終わると 甲田優はこちらの目を見ながらそう言い出した。おそらくこなたには想像もつくまい、半之助殿の居所がわかったのだ。鋭い痛みを感じたように眉をしかめながら、しかし富には信じかねるような吉左衛門の顔、光太郎は微笑の目をやりながら言って、 去る十一月のことだ殿が将平公の行公門日光に出られたすると公壇に登ったのが半之助殿だったおそばについていた者が気づいて申し上げ公儀の後で係の者に尋ねるとそれにそういないことが分かったそれで殿は 大学のに会われた。司祭を問われたところ7年前に堀尾佐吉郎という教官の塾へ入りそれから学問所へ通ううち才能を認められて助教に挙げられたのだそうでもちろん身の上は隠してあるから諸士としては極めて異例だということだった。 殿には非常なご満足で旧家は構いなし受信として新たに召し抱えるという仰せで江戸邸ではすでに家臣の待遇を受けているそうだしかしあのようなことがあってと吉左衛門は苦々しげに言ったおみの御意はともかくも 半之助がさようなご恩天をお受けするはずはないと思うが若い者にはまたそれだけの思案があるのだろう殿のご帰国はこの10日だおそらく半之助殿はお供をするだろうその時は意地を張らずに褒めて迎えてやってほしい。 こなたの心よく迎えてやることが藩之助殿には何よりの褒美だと思う隣の部屋で体を固くしながら話をここまで聞いていたお民はそれ以上はざにいたたまれず胸苦しい気持ちで廊下へ出ていった「あの方がお帰りになる。 安之助様が、そのことだけが頭いっぱいになってどうしていいかもわからず何もかも見えなくなる感じだったばあやどこへ行く小太郎がそう叫んだ「棒も連れてって棒も」門を出ようとすると小太郎が追ってきたしかしお民は すぐ帰りますから」と言い捨てたまま半ば夢中でずんずん歩いていったどこへ行くとも知らずどこをどうたどったかもわからない気が付いた時は日和山の梅林の中へ来ていた子供を連れてよく海を見に来るところである盗難に開いている斜面のかなたに 梅と松戸の林を越して鳥羽湾の青い海と美しい島々が眺められるああ、いつもの場所だそう気づくのと同時にもう小太郎とここへ来ることもできないという悲しさがこみ上げてお民は思わず両手で表を覆いながら泣きだした。 どうしてお泣きなさるの。突然後ろでそういう声がした飛び上がるほど驚いて振り返ると浜女が小太郎を連れて立っていた「半之助が帰ってくるのです喜んでもいいはずではないかあなたがお民殿だということも小太郎が半之助の子だということも」。 私たちにはずっと以前から分かっていたのですよでもご隠居様私は決しておっしゃるなきえもん殿からあなたの気持ちはみんな聞いています過ぎ去ったことは忘れましょう半之助が帰ってくること小太郎を中に 新しい月日の始まることあなたはそれだけを考えていればいいのです私にはでき、ね、ませんお民は泣きながら言った私には梶池のお嫁になる資格はございませんそうするつもりもございませんし半之助様に対しましても。 もう一度言います。過ぎ去ったことは忘れましょう七年前のあなたと現在のあなたとの違いは私たちが朝夕一緒にいて拝見しています旦那様がなぜそ素読の稽古までなすったかあなたにもわからないことはないはずです浜女はそう言ってつと 傍らの梅の枝を指さしたごらんなさいこの梅にはまたつぼみが膨らみかけていますよ去年の花の散ったことは忘れたようにどの枝も初めて花を咲かせるような新しさで生き生きとつぼみを膨らませています帰ってくる半之助にとって 自分が初つぼみであるようにあなたの考えることはそれだけです女にとってはどんな義理よりも夫婦の愛というものが大切なのですよお谷は梅の枝を見守った小太郎がそっとすり寄ったそして「ばあや と低く呼びながらお民の手にすがりついた時彼女はこう引き寄せ重くつつましく神戸を垂れた「顔をお上げなさい民さんよく辛抱なすったことねお母様お民はそう言って目を上げたが まるで何かの崩れるように、泣きながら、浜女の胸へもたれかかった。